どうも、皆さん、こんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日は、オキシゲンノットインクルードやっていきたいと思います。さあ、順調に見えたけど、暗黒の日々が始まりそう。いや、これがなぁ、卵たちが増えて多分これが増えれば、もうこれ4匹ぐらいで狭そうだけどなぁ。大丈夫なのかな、そういうの。もっと大丈夫か、もっと溢れても大丈夫かな。それが厳しいところですね。石炭があんまりパワーをなしてないっていう。そして酸素が充満してきたけど、天然ガスにちょっと押されてる気がする。いやー、誰さん、もう汚染ボトル、せっかく掃除してる時なのに。トイレ足りないのかな。いや、どうしよう、これトイレちょっと作った方がいいな。人数がいるのに足りないよね。上に伸ばすか。ここにトイレって置けるでも、上にはしごあるけど置けないよね。解体するしかないか。いや、ちょっとここが急務すぎるな。ガチャだ。いいの来い。あ、人が来た。人今食料ちょっと不足してきてるし。頻尿なんでしょう？どうなのこれ。一回流す。パフって何食べるの？パフって何食べるの？パフ。汚染酸素にヘドロ。汚染酸素。いやー、めったに来ない人だけど。いやー、ここ人増やして解決できるのか。それとも食料不足なのか。いや、現状減ってきてるから、ダメだ。キャンセルしよう。なし。よし。これでトイレを作りますよ。これでちょっとトイレ増やせば楽になるんじゃないかな。この清掃してる間も多分トイレ入れるだろうし。石炭もう終わりだなあ。ああ、もうキロになってる。すごい石炭使うなあ。動物の数が足りなすぎたか。悲しいわ、これは。もうみんな漕ぐしかないもんな。あ、でも石炭止まった状態で全員で漕いでればなんとか生き延びてる感じ。そうだね。やっぱり早めに天然ガス無理してでもここ掘るべきだったかな。ここね、このサイクル分かってないけど、この熱があれば。いや、ちょっと今のうちにじっくり考えよう。どこに溜めよう。汚染水とりあえずここに流す。ここくっつけてもいいし、こうしたらこれだけ溜まるでしょ。どうせヘドロだらけのところだから。まあ、機械をここに作って、このまま垂れ流してもいいね。そうしよう。
溜まってきた汚染水のことも考えないといけないけど、これまずいな、結構まずいな。水にしても、いやーこれ早く宇宙空間に一回投げてみたいな。これ宇宙空間暴露って、これ多分病原菌でしょ。あ、違う、接してるから吸い出されちゃうんだ。それで多分どれだ、このシェルタードアを作って塞いであげて、すべてここに投げれば解決すると思うんだよな。もうしなかったときはしなかったときまた考える。それが今できるギリギリのスタイル。どう、これだけトイレあったら結構うまくいくんじゃない、みんな。いいね、酸素も回ってきてるし。君は何しに行ってるの。いや、これ拭かないとダメじゃない、そしたら。放置でいいかと思ったけど。何拾いに行ってるの、それ。あ、切り身拾ってるんだ。素晴らしい、それは。それはいい心がけだと思う。汚染水を片付ける余裕がないのか。ベッドは6、7、8、9、10、11、12個あるの、ちゃんとね。で、ここも12個あるし。問題は電気か。止まってる。6サイクル。厳しい状況だな。また心臓に悪い時期に差し掛かってきてる。電気か。電気なんだよな。酸素はまあ足りてるしね。この辺ちょっと酸素薄いね。こっちから押し流してるはずなんだけど。何気にこっちだ、誰かたまにやってたりしない。まだ回らないか、手が。まあ冷蔵庫が動いてるだけまだマシか。ここも酸素薄い？いや、あるよね。いいね、漕いでる漕いでる。あー、やっぱりトイレ不足結構問題だよね。これだけトイレあればだいぶ違うでしょ、6個あれば。清潔とか手も洗ってるの大丈夫かな、みんな人数。大丈夫そうだね。あとは片付けてくれないかな。いやー、どうしよう。持ってない人もいるんだけどな。片付けでも一応一人いるんだよな。どれに振ろうか迷うな。亡くなった時の予備として考えてるから、あまり振りたくない。一番まずいのは、いろいろ事故で死んで、採掘する、硬いやつを採掘する人たちがいないと、積む時があるから、それのために一応ね、スキルを開けて予備を作ってるんだけど、これ片付けてくれないかな？優先度これでも足りないのかな？1、2、3、4、5、6、7、8。8人でしょ？
半分ぐらいは余ってると思うんだけどな。君何しに行ってたの？石炭入れてるのか？もう石炭なくなるでしょう。もう全然ないわ。リン鉱石とかも結構使ってるけど大丈夫かな。いろいろと苦しいな。リンは大丈夫だね。微妙に 2.3 をキープしてる。たまに動くんだそれ。素晴らしいね。ああ大丈夫だね。塩水も大丈夫だね。いやここの酸素が詰まるのがいけないよな。2系統になってて、いやでも排出は足りてると思うんだよな。止まるんだよな。でも一瞬ここはパイプ詰まりしてないし、あーここで若干詰まってるのか。なるほどね。酸素がちょっと硬気味なのかなって考えると、ここに出してあげてもいいのかな。足りなくなんないかな。でもこっちに流したらここの酸素、どうだろうな。いやでもそんなに、いや難しい判断が。一回使えば詰まりがなくなるし、どうしたらいいんだ。改善できるところを今探してはいるけど、天然ガスも若干あるけど弱々しいね。鳴らしてないのにマックス君のストレスが高いってどういうことなんだろう。これほんとどこで破裂してるのかわかんないな。永遠の謎だな。まあこれは、はいはいはい、まあこの辺でしょ。いやーわからん。はい、それではあと4日でどうなるのか苦しいところですが、本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアミゴス。またね。